長湯温泉は、大分県武田市直入町にある温泉である。炭酸濃度、湧出量、温度から、世界屈指の炭酸泉、日本有数の炭酸泉とされ、その効能で知られている。炭酸水素塩泉は、源泉によって、透明から希白濁まで色が異なる。二酸化炭素泉は、無色透明である。各施設とも、基本的に、源泉かけ流しを行っている。 1985年、花王が全国の炭酸泉を調査し、長湯温泉が日本有数の炭酸泉であるとし、長湯温泉ではこれを受けて1988年から1989年頃から日本一の炭酸泉を掲げるようになった。しかし、2006年8月に客から数値の裏付けがない等の指摘があり、大分県からの指導もあって一時使用を自粛。 湯温泉協会が調査したところ、全国で6カ所ある日本一を名乗る炭酸泉のうちで、長湯温泉は炭酸ガス濃度は注意であるものの、湧出量がトップクラスで湯温も適温であったため、これらを総合的評価すると日本一であるとして、2007年12月7日に日本一の炭酸泉を再宣言している。炭酸ガスは、 水温が高いほど水に溶けにくくなる。水温ごとの飽和溶解度は以下の通りである。したがって、炭酸ガス濃度は洗温によって大きく異なることになる。また、炭酸ガスの泡が付着するかどうかは、炭酸ガスの濃度以外に温度や他の含有成分の影響もあるため、長い温泉にも泡が付着する温泉と付着しない温泉がある。 長湯温泉の主要な温泉ごとの泉質は以下の通りである。糖尿病、胃腸病、心臓病、陰泉は内臓系に効能がある。効能は万人に対してその効果を保障するものではない。長湯温泉療養文化館午前由らむね温泉館、競り川の流れに沿って旅館や国民宿舎のほか、公衆浴場、共同浴場が点在し、その周辺は、 田園風景が広がる。ガニー油周辺には旅館や温泉施設が比較的集中しているが、ネオンサインの類はない。陰泉所、遊水が点在している。ありがとうございます。